見れますか。こんにちは。こんにちは。あ、よかった。見れる。見れますか。ゆあちゃん。はい。見れてそうですね。はい。さっき途中になっちゃいました。今、私の、あのプロデュースのアパレルブランドの、先行予約が今日の8時から始まるので、商品の紹介動画を配信しております。イエーイ。これがねトレーナーになるんですけど、じゃーん、かわいいです。後ろもかわいいです。これ白もあるんですね。え、かった。皆さん戻ってきました。こんにちは。そう、公式サイトが今、私のストーリーから見れるので、ぜひ、まだソールドアウトで、買えないんですけど、8時から買えるようになります。こんな感じ。白もめっちゃ可愛いです。もうこれもユニセックスで、男性も女性も着れるので、まあペアで着るなら白と黒で着ても可愛いし、男の男性の方が白着ても可愛いと思いますし、女の子が黒着ても可愛いと思う思います。じゃーん。皆さんこれチェックしてくださいね。ユニセックスなの好き。あ、よかった。なんかカップルでも着れるし、友達ともお揃いとかしたら可愛いと思います。なんで通知が3なの？なんか3件溜まってるといいかなと思いました。私あんまり三上のさんらしいですあんまメッセージを貯めるタイプじゃないんですけど、来たらすぐ読んじゃうから、3件溜まってたらちょっともう見るかな。はい、彼氏と来たい。あ、彼氏作らないと。お、じゃあこれ着るために彼氏作ってください、はい。まあ、彼氏いない方もね、全然女の子同士で来てもいいし、女の子だけで一人で来てもいいし、うん、こんな感じです。これは私は S サイズ着てます。 S でもちょっと大きめに着れる感じなので、 S でもいいと思います。私より背が大きい子、私は159センチなので、まあ、160センチ台の子とかは大きく着たいんだったら M でもいいかなと思います。こんな感じです。かわいいです。ぜひ着てください。男性も着てください。これ着てたらモテると思いますさっきのロンティ、女の子が M 着たら大きすぎるかな。大きく着たいんだったら M でもいいかもしれないけど、大きすぎるってことはないと思います。身長によるかもしれない。ワンピースは後でまた着ますね。S でも結構大きいですよね。そう、S でも結構大きめ。こんな感じ。これ S です。だからちっちゃい子は絶対に S がいいと思う。 S で大きめに来たら可愛いと思います。身長が大きい子は M でもいいのかなと思いますけど、はい。以上、質問ありますか、これについて。可愛い。白、ピンク、
んな感じです。なんかこれだけで着てもいいけど、全然これインして下着たらそんな大きい感じはなくなるかも。168センチだったらちょっと M サイズの方がいいかもしれない。あ、下はキュッてなってますか？ちょっとキュッてなってます。こんな感じ、ちょっとだけキュッて。ピンクも可愛いね。これピンク可愛いです。この2種類でもう迷う。嬉しい。じゃあ次着替えて、あ、女の子が着るなら白と黒どっちがいいと思いますか？うーん、これだよね。まあモテたいなら白けど、なんか女の子らしく見られなくてもいい、なんかカジュアルなのも好きっていう方だったら黒もめっちゃ可愛いと思います。下履いてますか？履いてます。デニム履いてます一応。はい、そんな感じですかね。男子ピンクあり？全然あり。私は男の子がピンク着てるの好きなんで可愛いと思います。ピンク着てても好きなの着ましょう。お値段は今公式サイトの方に載ってると思います。ぜひストーリーから URL に飛んでみてください。ピンク着てほしいです。お、ピンク着てほしい。着てみますか？じゃあちょっとピンク着てみますね。この今中に白を着てるんですよ。じゃーん、ハウマッチ。ピンクにする。お、でもなんか私のこと好きな女の子たちはピンクが好きそう。ちょっと待ってくださいね。ちょっと髪ボサボサ。ちょっと着替えてきます。消えないで。着替えてます。ちょっと待って。ちょっと待ってね。できた。じゃーん、ピンク、ピンクです。かわいいピンク。やっぱり私はこれをこの間バリ島に行った時も着ました。あの飛行機で着てめっちゃ楽。なんか移動の時とか本当に楽で可愛いし楽ちんだしいいですね。ピンクを着てきました。ゆうちゃん何サイズ着てるの？私で S です。これユニセックスなのでこれをなんかインしても可愛いと思う。こういう感じでイン、インするとこんな感じ。こう出すとワンピースみたいになるな。かわいいですよねこれ。ロゴがここにも、ここにも Yours って入ってます。ピンク、すごすぎるとコメントが読めない。よいしょ。はい、こんな感じですね。ピンク着てみました。いくら売り上げ出たかもライブしてほしい。生々しいですね。はい、こんな感じでした。後ろは何もないの？感じね。これはさっきのトレーナー。
ぽっちゃりめの子は M の方がいいかな。いや、全然ぽっちゃりしててもあの S でも大丈夫だと思う。全然隠れるM だと逆にこう大きくなりすぎるかもしれない。身長によるかな。でも大きいんだったら身長が M でもいいかもしれないけど、一周回ってみせて。こんな感じでーす。わー、かわいい。こんな感じでした。ピンクね、これはかわいい感じですよね。はい、じゃあ着替えてきます。着替えてます。さっき一瞬下着見えちゃいます。どうしよう、見えたかな。着替えてます。じゃーん。はっ、もうよし、こんな感じで。めっちゃいいやな。ありがとうございます。パーカーです。こんな感じ、パーカーです。かわいい。これめっちゃかわいいですよね。ユアの一応 Y なんですけど、あのユアズの Y でもありますけどね。やばい、髪ボサボサ。これめっちゃ可愛いです。この中にこれもメンズもあります。ユニセックスです。これも S と M。 これ彼女に着てほしい。お、プレゼントしてください、彼女に。これめっちゃ可愛いです。可愛すぎ。ここにね、ユアーズって入ってるし、実はここにもね And me って書いてあるんですけど、こう You and me の And me で、実はこれあのね、もう一色あるんですけど持ってきますね。じゃーん、 M。 これがまあ一応なんかカップルでペアルックで着たらめっちゃ可愛いなと思います。こっちには U って入ってるんですよ。 You and me、 見えるかな、こう。だからね、これでね写真撮ったらめっちゃラブラブ。じゃーん、じゃーん、こんな感じで。 M 欲しい。男性は Mおすすめ。色もなんか着やすいと思うし、彼氏いないけどペアで着たい。インスタ映えっすね。そう、ちょっとインスタ映えを狙いました。こんな感じで、なんかそんなに、なんだろう、 Y のイニシャルじゃなくても M じゃなくても着れると思います。追加販売ありますか？あ、まだあの今ソールドアウトなんですけど、8時から発売始まります。私は黒めっちゃ好きやで。そう、黒可愛いですよね。なんかお緑とネイビーなので本当に着やすいと思う。黒のが可愛い。嘘、黒人気ね。これめっちゃ可愛いですよね。Y はこんな感じ。じゃーん、似合ってる、嬉しい。なんか最近カジュアルな服もあの着ることがすごい多いので、私も普段にめっちゃ使います。こんな感じ。三上の M、
そうですね。あ、イニシャル Y、 イニシャル Y の人はいいですね。そう、それも可愛いんで、ぜひ。丈はどんなですか？ちょっと下げてもらって、こんぐらいです。これも S サイズ、 S サイズです。だから男性は M サイズがいいと思います。 M、 Y。 お、イニシャル M だから M 着る。そう、3月ちょうどいいと思います。これ一つで着れるくらい暖かくなってるといいですね。こんな感じです。もう今30分だ。あと30分で予約が始まりますね。皆さんどれを買うか決めましたか？こんな感じです。Y と M、 可愛すぎて両方欲しい、嬉しい。結構こだわってこれ作ったので、皆さんに着ていただけたら嬉しいですね。ぜひカップルで着てください。カップルでイベントとか来てくれる子たちもたくさんいるので、一緒に着てくれたら嬉しいです。うん、全部買います。本当ですね、全部買ってくださいよ。どこで買うことができますか？公式サイトで買うことができます。ストーリーに URL 載ってます。ゆあちゃん2サイズ着てほしい。今 S しかないんですよね。パーカーとロンティー買います。黒着てみて、黒着てほしいですか？じゃあ黒着ますね。ちょっと待っててください。黒に着替えます。ちょっと待ってください。よいしょ。お待たせー、名前着替え、ありがとう、ありがとう。インスタライブで初めて名前着替えした。こんな感じです。黒かわいいですね、これ。男性も着れると思います。 You って書いてある。それにじゃん、かわいい。リリーベお疲れ様でした、ありがとうございます。こんな感じです。黒はかわいいですね。ワンピースは次に着替えます。あと、あ、これもあるんだ。このねトートバッグも一緒に。あ、それ着てジム行きます。お、いいと思います。ユアーズのトートバッグ、黒いい。40のおじさんには若すぎて無理だな。そんなことないですよ。ライブ残してて、残します。これは白と黒、2色あります、ね、これ持って、これグッズ入れてイベント来てください。こんな感じ、かわいいですね。ね、M。 じゃあ次はワンピースに着替えたいと思います。ちょっとね、ここからメンズの方は買えないかもしれないんですけど、ちょっとまだ見ててくださいね。
あ、これにサイン書いてほしい。あ、いいと思います、ね、よし、着替えてきます。ちょっと待っててください。あ、待って、あ、着替えてきます。ちょっとだけ時間かかるかもしれない。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。着替え、はい、ワンピースです。ちょっと待ってね。こんな感じです。ワンピースに着替えました。そう、可愛いんですよ、これめっちゃ。シルエットが綺麗で、こんな感じ。なんか本当に形にこだわったので、ここのパフスリーブとこのウエストのラインがすごい綺麗に見えます。ピンク私好きなんですけど、これもあと2色あって、全部で3色あります。こちらですね、じゃん、黒とベージュです。黒もピンクもベージュも全部可愛くて迷う。いや本当に全部可愛いです。私はもう全部推しどれって言えないくらい気に入っています。どれだろう。でもなんか黒だとちょっと大人っぽくなるし、ベージュも落ち着いて見えますよね。ピンクは結構可愛い感じなので目立ちたい、なんかライブとか行く時とか、なんか目立ちたい時とかいいと思います。可愛い、全部買う、嘘、嬉しい。こんな感じ。本当にね、形にこだわったので、なんか本当たくさんの方に来ていただけたら嬉しいですね。これもバリ島でも着てました。サイズはワンサイズになってます。こんな感じ。はい、横から見たらめっちゃ可愛いんですよ、ね、ここがふわってなってて、そのワンピの色で迷ってる。ゆあちゃんに全部プレゼントするから私は持ってるから大丈夫ですよえ、めっちゃ生地いいですよ、しっかりしてる。こんな感じ。膝下？これちょっと膝上です。膝ちょっと上くらい。後ろはチャックです。着やすいです。もうこれ本当に可愛いから女の子に着てほしい。袖のところが窮屈そう。全然窮屈じゃない。結構ね、ピンク彼女にプレゼントします。
ぜひプレゼントしてみてください。黒もベージュも可愛いです。これ黒結構大人っぽくなりますね。ベージュ、あとねこれ中のこの裏地もう見えないんですけど、ここもう全部ピンクにして可愛いんですよ。だから、まあ、着てない時でも可愛い、飾ってても可愛い。はい、こだわりです。ぜひ着てください。春も夏も着れますね、半袖だし。色違い着てほしい。どっちがいいですか？じゃああと1着どっちか着ます。黒かベージュ。でも黒の方が全然違うから黒の方がいいかな。あと20分でね、発売が開始しちゃうので、それまでにもう1個ワンピースがあるんですよ。黒ベージュ、黒じゃあ黒ベージュどっちもある。黒、じゃあ次黒来たら黒来ます。黒で、黒で、黒来ます。着替えてます。できました。充電がちょっとないかも。充電器ありますか？ストップした？大丈夫、見れるかな。あ、見れますね。黒です。じゃん、黒かわいいですね。着替えました。めっちゃ可愛いんですよ本当にね。ここの襟も可愛いし、なんかこの襟が一番映えるのは黒だと思います。黒と白のコントラストがはっきりして、このレースも目立つし、ちょっとメイドっぽくて可愛いですよね。こんな感じ。ピンクも可愛いけど黒も可愛いです。嬉しい。なんか本当はね、髪の毛とか巻いてたりしたらもっとねいいと思いますね。ユアが着るとさらに可愛いし迷うし、いや皆さんが着ても可愛いです。服が可愛いから本当に可愛い。こんな感じです。はい、黒お母さんに買いました。お、いいじゃないですか。黒いいですね。そう、あとはベージュ3色あります。うーん、どの色がいいかすごく迷います。本当に甘めに着たい人はピンクだし、黒もでも意外とこうなんか甘いかもしれないけど、ベージュが一番落ち着いて見えるのかなって思います。うん、大人っぽくちょっとでもしたかったらベージュの方がいいか。黒も可愛いですよね。黒似合いますね。ありがとうございます。こんな感じです。もうちょっとだけ離して、丈感を。こんな感じです。丈は。ひらひらして、かわいい。こんな感じ。
ゆあちゃんが着てるから可愛いんだよな。違いますよ、服可愛いです本当に。はい、三色展開なので皆さんぜひどの色かチェックしてください。皆さんは何色が好きですか？ピンクは中がこう赤っぽくなってて可愛いです。じゃあ最後のワンピースに着替えていきたいと思います。ベージュと黒可愛い、黒似合う。皆さんもぜひどれか、三上さんがデザインしたんですか？そうなんです。ちょっと着替えてきます、待っててください。着替えました。見てる人いるかな。はい、お待たせしました。やばい、あ、でも1300人も残ってくれてる。お待たせしました。こんな感じで手間取ってる。そう、手間取ってました。あと10分しかない。ちょっとヌーブラが外れそうで、こんな感じで紫パープルですね。なんかパープルのワンピースってなんか結構流行ってたけど、なんかあんまりないじゃないですか。なのでパープルも作りました。こんな感じです。これね、こうオフショルにしてもいいし、こうやってオフショルじゃなくしても可愛い。ここのフリルがね2段になっててボリュームがあって可愛いです。後ろのリボンかわいい。そうなんですよ、後ろのリボンもこだわったのでか
可愛いです。私胸小さいけど大丈夫かな。あ、全然胸があってもなくても隠れるし、なんかブカブカみたいな感じにはならないと思います。何色ありますか？これは3色あります。これ含めて3色です。ちょっと待ってくださいね。そう、でもパープルは結構おすすめ。かわいい。なんかね、このスカートの形が、あの前が短くて後ろが長めなんですよ。あ、ステラルーみたい。あ、確かにステラルーファッション、なんていうの、ディズニーにも着てったら可愛いと思います。春先に全身みたいです。スニーカー履いてるけど、本当はヒール履いたりしたらめっちゃスタイルアップになると思います。ウエストの位置が結構高いからね。可愛いですよね、これ。なんかこの透けてるところもちょっとセクシーで可愛いです。風になびくと多分ヒラヒラすると思う。足の透け感がいいね。そう、透けてるんです。お腹苦しくて着れなそう。いや、全然このね、これ取るとめっちゃ緩いんですよ。だからこれで自分の好きなサイズに絞ったら苦しくないと思います。私はめっちゃ絞るけど、スカートの中裏地ついてます、つけないように。でも一応結構こう薄めの生地だから、つけない下着をつけるのがおすすめ。他の色も見たいです。ちょっと待ってください。じゃーん、ピンクとブルー、めっちゃかわいい。3色並べてかわいいですね。でこれも全色かわいい、だからちょっと選べない。これはシンデレラみたいなシーン、これはなんだろうな、とりあえずかわいいパステルカラーです。大好きなパステルカラー。もう早く春服とか夏服着たくなりますね。こんな感じです。何色がいいかな。やばい、あと5分で、あと5分で始まる。ピンクめっちゃ欲しい。ピンクめっちゃ可愛い。でもね、水色も可愛いの。うん、本当にね、この形、スカートの形もうすごい可愛いので、全身の写真をあのホームページでぜひ見てほしいです。これはパープル、これがブルー、これがピンク。あ、それちょっとサイズも後ろのリボンで締めるので、多分体重とか身長とか関係なく着れると思います。じゃーん、こんにちは。ブルーがいいね。ブルーも可愛いですよね。ピンクも可愛いし、全色可愛いです。本当にあと4分だ。フリーサイズです、これも。ピ
クピンク。あと4分で4分で発売が始まっちゃう。皆さん商品分かりましたかね。分かりましたか。公式サイト見ましたか皆さん。もう約1時間ぐらいずっとやってたんですね。どこのブランド？あ、私のブランドです。はい、今見始めた人もいるのかな。まあ、今日の夜8時から私のアパレルブランド、プロデュースブランド YOURS の先行予約が始まるので、今商品の紹介をしてます。これはワンピースです。ちょっとおさらいしますか。メンズはサイト行ってきます。いってらっしゃい。そう、もうあと2分だから、もしかしてもうサイトを見た方がいいのかもしれない。これとかね、いっぱいありますので、あと2分、私もあと2分したら終わります。もう一度おさらいして、予約完売することもありますか。そう、数に限りはあると思うので完売してしまう可能性もあります。なんとも言えない。はい、こういうユニセックスのロンティーもあるし、こんな感じのトレーナーもあるし、パーカー欲しいのでスタンバイしてきます。いってらっしゃい。はい、あと1分です。皆さん、あと1分で私のブランドの先行販売、あ、スタンバイ、いってらっしゃい、始まるので、皆さんぜひ予約してくださいね。これはパーカーです。黒のロンティー買います。白のロンティー、じゃーん。あと、もう終わっちゃうね。では皆さん、あの私のストーリーの方からあの予約ぜひしてください。商品の紹介伝わりましたか。ギリギリまでゆあちゃん見てたい。お、ありがとうございます。じゃあね、この服も売ってますので、あ、8時になった。皆さんぜひぜひ YOURS 予約してくださいね。バイバーイ。